間がですね、夕方の4時40分ぐらいですかね、こう機関車が入ってくる気配がないと。この時間はちょっとダメかもしれませんね。機関車に動きがないんですね。旅客船の方は結構動いてますね。もう写真が撮れるね、限界ぐらいの、光線状となっていますね。もうカメラの方もね、ほとんどピントが合わせづらくなってきてますね。厳しい状況です。EF64 ね、なくなっちゃうのかなという、先ほどね、EF210 が一つ、入れ替え線の方へ登っていたんですけど、こっち来るかと思ったらね、そのまま岐阜方面へ短期改装ということで行っちゃいました。結局この中ですよね、ここで撮りたかったんですが、機関車が入ってこないということで、今日はね、不発だったということですね。本当に残念です。来ました来ました。車庫に入ってほしいんですが、行っちゃいましたね。もう真っ暗でね、ほとんど映ってないと思うんですけど、もう一つこれ短期改装があるんですよ。今岐阜方面まで行ったものがこれ戻ってきますよね。ちょっとこれが何者かよく分かりませんが、近くへ来ないことには。なんだろうか。先ほどからね、小さい子供さんがこの機関車が行き来するのをね、自転車で追っかけ回しているんですね。本当に子供たちにとってはね、機関車というのはもうヒーローですから。もちろん私のようにね、私のポンコツカメラが電池切れを起こしましてね、肝心なところが映らなくなってしまいました。本当にいい加減にしてほしいですね。 EF510 台だと思うんですけど、せっかくねチャンスだったのに行っちゃいましたということで、本日はね、肝心なところがいまいちということで以上でございます。